松本太郎は、日本の政治家。広島県廿日市市長。元廿日市市議会議員。広島県佐伯郡大野町生まれ。大野町立王の東小学校。大野町立大野中学校。広島工業大学附属広島高等学校。卒業。1992年3月。広島工業大学土木工学科卒業。1994年3月。 広島工業大学大学院修士課程修了。同年、建設会社に就職。2005年、初会日市市議会議員に初当選。2013年に3期目の当選。2015年10月18日に行われた、初会日市市長選挙に立候補するモラク選。当日有権者数、9万4738人、最終投票率。 48.70%2016 年、通信会社に入社。2017年、通信会社を辞め、同年の20日市市議会議員選挙に立候補し4期目の当選を果たす。市議時代は、広島県若手地方議員の会、ウィルの代表を務めた。2019年6月、20日市市長の間野勝博が、定例市議会において3期引退を表明。 マノの後継指名と連合広島の推薦を受けて、同年10月20日に行われた市長選挙に立候補。前回の市長選にも出馬した副市長の川本達氏との一騎打ちを制し、初当選した。11月3日、市長就任。当日有権者数9万6803人。最終投票率44.66%。ありがとうございます。